ミッション1、3機のドローンが通報を始めた。逃走者を見つけ次第ハンターに位置情報を知らせる。え、マジで？停止させるには3箇所の装置に手形を認証させなければならない。1箇所ごとにドローン1機停止できる。え、この音ドローンですか？え、割と近くに聞こえる。なにこれ、どこに行きゃいいのとか書いてないんだ。そう、手形認証するのを探さなきゃいけないんだ。ドローン通報を停止せよ。現れたのは3機のドローン。これよりエリアをくまなく捜索。機体のカメラが逃走者の姿を捉えるとハンターに位置情報を通報。直ちに確保に向かう。逃れるのは容易ではない。ドローンは同じ色の装置に手形を認証すれば停止させることができる。ただしその場所は逃走者が自分たちで探さなければならない。そのドローンに見つかったらもうほぼ 100% 確保されるんですよ。3台停止させないとやばいで、誰かに任せてたらちょっとこれやばいかもっていう、みんなが参加するぐらいじゃないと。しかしむやみに動けばドローンに見つかってしまう。ハンターに通報されれば確保の危険は格段に高くなる。行こう行こう。やりますよ、ミッション。ミッションやります。